はい、どうもハルパパです。今日はですね、無課金トルアゲドをやっていこうと思います。はい、こちらをご覧ください。このマジカルチェスト出たんすよ無課金でね、宝箱を開けていこうと思います。ウルトラレアは別にこんなの時あれか、あれだよね、ラバハウンドだけだよね。お、嬉しい、シリーズ。さあ、銀の宝箱、何が出てほしいんだろう。俺これでも開けない方がいい説ないですか。これ、この何、これなんだろう、これなんだろう。でも一緒か、一緒ですね。いきましょう。これ嬉しいな、嬉しいよ。インフェルノ来た、ロケット、ボンバー、あ、俺使ってるか、いいな。おお、ガーゴイルの群れ31。おぉ、宝石来た。お、ネクロ、あー、これ楽しい。最近ネクロ大好きなんですよね、これね。よし、これアップグレードしとこう。ちょっとね、地味にね、お金が知りたいんですけど、このゴールドが。まあ。おぉ、こんなに上がんの？ちょっと待って、足りるけど、やった方がいいかな。でも、無課金系でやってる人って、この自分で使わないデッキそんな上げないとかってありますよね。もったいないな、もったいないな。やめよう、これでいこう。さあ、今ね1061、結構ね、このアリーナ4というトロ隊なんですけれども、まあ今俺レベル5になったんですよ、これで、うん、5になったんですよ、頑張ったそれで、あの、なんだろうな、まあ6の人ぐらいがもう同格扱いですね、あの1個レベル上ぐらいが。で、7、8が基本的には出てくるような状況でございます。はい。皆さんももっとどんどんね、上の方に行ってほしいもんなんですけれども。さあ、やっていきましょう。6! これは嬉しい。これは嬉しいぞ。これいけんじゃねえか？ほんとね、きつい。ほんとにきつい。ネクロマンサーレベル1個上がってほしかったな、でも。出た。そういう系ね。これはね、下手に攻めない方がいいんじゃないかと。攻めちゃう。これはどうしようかな。後ろからこの、とりあえず、このターゲットだけ外して、お、右頑張ってる。うわー、きつい。よし、落とした。オッケー。よしよし、いいんじゃない？いいんでねえの？これ。オッケー。かなりオッケー。相当与えてるぞ。これレベル1のドラゴン、まあまあいいか。まあ防ぐか。ターゲット取らせてやりゴムでもよかったかな。よし、バルキリーは面と向かってったら潰されちゃうので、ボンバーで処理したいところなんだけど、できるかな。強い、処理した怖っ。あー、ネクロマンサーもったいない。コスト5よし、処理できたでしょう。そこにホグライダーをかませない。ちょっと待ちましょう。こういう時にね、こうズカズカやってってね、こうね、逆にカウンターもらっちゃうみたいなことってよくありますからね。これはどうだろう。キングタワー落とした方がいいのかな。ちょっとこっちから攻めつつ、これはどうしようかな。こっちに入ったときに、ちょっと邪魔なのがいる。邪魔なでかいのがいる。やばいぞこれ。あんまよろしい感じはしない。ちょっとやばいぞ。で、出したところにもう、これ向こう枯渇してんだろ、これ。か聞かないかはまた別の話です、ね。あ、聞いたな。キングタワーを落としたいな。キングタワー狙いでいっちゃおうかな。やりゴブでチクチクしながら、ちょっと待って。ホグライダーだけは逃して。ホグライダーにはダメージ与えないでね。オッケー。これ取ったんじゃないか、これ。
よしよしよし、今のボンバー処理はでよかった。よし、オッケー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 、スリークラウン。やっぱこれスリークラウンは嬉しい、嬉しいですね。よしよし、これやっと、お、クラウン宝箱開けていきましょう。なんかいいの来ないかな、なんかうわーっていうの来ないかな。おお、これいいじゃん、バーバリアン。おおバーバリアン系ね。バーバリアンあげとこう、なんか使うような気がする、そのうちね。今は使いません、ちょっとね、もう一回行きましょう。これでもさ、次のアリーナ5まで1400はちょっと長いんすよね、正直。いかついような、おお出た8、なえるやつ。でもこれさ、皆さんこれどうしてほしいですかね。俺しばらくやめててレベル上がるまで頑張ってそれからやった方がいいか、それともなんつうの、ちょっと待て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 、これえぐいぞ、これえぐいえぐいえぐい、ちょっとえぐい、ちょっとなしでしょ、えぐいでしょこれ。これはちょっとなし&なし的な感じになってくるよ。これいっちゃうの、やばい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 、まだやらかしたやらかしたやらかした、やばいやばい、ボンバー右になってる、ボンバー右いっちゃう。よしよし、いけ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 、キングタワーやめてね、キングタワーやめて。よし、一回ちょっと落ち着こう、一回ちょっと仲良くしよう。危ない、これ以上の攻撃は危ない、一回お互いにちょっと危ないから落ち着こう。レベル8ってさ、そうそうそう、でもね、言うんですよ。このアリーナ帯でレベル8ってことは、まあね、こう、プレイスキルはないってことだろうと。まあ、多分、まあ、言うって間違いないと思うんですけど。やべ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 、ちょっと待って待って待って。これ危ない。やべ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 。リアルやべ。リアルやべ。うわそうね。まあ、強い。ちょっと今俺ミスったね。ちょっとミスりましたね、今ね。さあ、3戦目か。やっていきましょう。こんなんでね、やっぱね、おお、7。これ勝てるでしょ。最近レベル7のと、人とか怖くなくなってきた。まあ、勝てるか勝てないが別として怖くなくなってきたね。レベル8はさすがにね、ちょっとね、出た瞬間萎える。さあ、ってどうしようかな。来た、これは枯渇してんじゃないか、向こう。じゃあ、あーつらい、ちょっとつらい、切なかったな今の。よし、ボンバー乗っけて、よし頑張れ頑張れネクロ、よし頑張れネクロ頑張れ、なあボンバーあー厳しいな。そうか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 、これね、防衛ネクロマンスターってのがワンチャンありますからね。ちょっととりあえず満タンまで貯めて、よしゴー。どうやって攻撃しとこうかな、どうやっていきましょうか。次矢の雨をスタンバイしつつ行こう。よし、海外あるわけだから、よしもう行こう。よしこれで矢の雨をここにかわす、かます。よし来た、かー来たよっしゃよっしゃよっしゃ、一撃が弱いそして一撃弱くない、ちょっとボグ、なんか俺の認識だともうちょっと強いイメージあったんだけどな。マジこんなもんだったっけ。そうかそうか、でも同じパターンで来んのかな敵は。さあ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 、向こうがね、このバーバリアンの小屋だ。うわー両サイドから来たか、両サイドから来た。ちょっとなんなら左にスイッチしてますよね、左に寄せてきたな。これをそして手薄になった、ここでよっしゃいけ、よしいけ、よしいけ、攻めきれない、きつい。うなんか来てる、なんか来てる、ごっついの来てるじゃん左から。危な
どうやって攻めようかな、これ。迷いますね。すごい、なんか、わらわら出てきて、どうしたらいいのかわかんないな。さあ、どうしようかな。さあ、さあ、さあ、さあ。ネクロ防衛強いな、なんでもいいけど。って言ったらやられるんだよね。さあ、これ。よしよし、いや、今、復活してんじゃない。あ、なんか、あれじゃん、小屋があるじゃん、小屋。ちょっと待って、これ引き分け説濃厚じゃない？強いなぁ。そしてネクロの声聞かないなぁ。複数形できたか。入れ！よし、オッケー。複数形できたか。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。よしよしよし。ほっほっほっ、いいタイミングで。これはきついぞ。これはきついな。これ勝ちきれないな。やべやべやべ、ボンバーのとこ出しちゃった。これは勝ちきれないぞ。なるほど、どうやって攻めればいいかな、これ。攻めきれない、終わり。なかなか難しいですね。そうか、もう一戦だけやっていきましょうか。なんか逃げ切らない感じですよね、引き分けで終わるって。よし、行きましょう。1100まで上げたかったな。よし来い。6、これならいけんじゃないか。よし、向こうの名前ちょっとあれですね、放送禁止ワードですね、これ。さあ、こっからナイト出して、このナイトでジャイネクロみたいな形を作りたいんですよね、俺的には。ジャイネクロを作りたい。そう、これがやりたかったんですよ。で、マスケットも追加して、そう、これでちょっと様子見ましょう。よし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 、いけ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 、ブーン。難しいな。なんかこうあれですよね、押し切れてない感じがすごいありますよね。ちょっとここ貯めて、相手のデッキはそういう感じで来たか。なるほどね。向こういっぱい出してくんないかな。なんかこう少ない手数で防衛するみたいな感じで来たい。これいいんじゃないか。実はいい流れなんじゃないか。頼む。だー、ミニペッカー。ミニペッカーは驚異的だな。しかもレベル4か。よし、左出しといて。よしよしよし、もう結構与えてる。え、ちょっと待って、俺のマスケットは。ちょっと待って待って待って、矢の雨出すべきだな、今のは矢の雨だろう。でもまあ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 処理できるでしょ。オッケーオッケーオッケー、オッケーでしょ。これ防衛してマスケットとかネクロを防衛したそのユニットを使って攻撃したいですね。おっと、ああマスケット出すべきだった今の。アホやんこれ。ちょ、アホやんこれ俺。ちょっと待って待って待って、やばい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 、行かさい。このユニットを使ってゴー。頼む、枯渇してない。くしょー、悔しい悔しいな、これは。悔しさがすごいぞ、これ。出た、ここにゴブタル。タルゴブ。マジかよ。勝てない、この辺ね、なかなか。よしよし、頼む、頼む、頼むで。頼む、矢の雨同士。よし、行け、うっ、うっ、なあ、嘘、今のいけない。ちょっと今のいけないな、痛いぞ。嫌な雨、これ嫌な雨、嫌な雨、嫌な雨一発じゃでも無理だな、この頃。ちょっと待って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 。嫌な雨じゃ無理っしょ。あー無理。はぁ、心折れた。心折れました。はい、心折れました。はい、心折れました。はい、いやいや、アリーナも下がりました。アリーナも下がりました。
心も折れました。ということで今日は無課金トロアゲド、こんな感じで終わりたいと思います。次回巻き返していってやる。ご視聴ありがとうございました。